お、ちょっと元気だ。お、お。はい。今日はね、7月末なんだけど、カマキリたち6匹、それぞれ見てもらおうかと思います。3匹がね、すくすくと育って、脱皮も6回して、次の脱皮でね、それが羽化になるのかな。次で成虫。2匹が、その1個手前、脱皮5回。で、それぞれちょっと負傷してる。そして1匹が、これは野良で捕まえてきたやつなんだけど、先に羽化したんだけど、羽化に失敗して、今介護しているやつ。この子はね、触角が1本。脱皮2回の段階から触角が1本になっちゃって、次の脱皮の時に触角が復活すると思ってたんだけど、これね、触角復活しないよ。なんか成長点みたいなのがあるのかな。その成長点以上に損傷してしまうと、復活しないのかもしれないね。一昨日脱皮したんだけど、一昨日まではね、体が真っ黄色だった。黄色いカマキリになるのかと思ったらね、茶色くなりやがって。ほら、キャムキャム。みんなに見てもらおう。はい、この子。触角1本でしょ。2ミリぐらい伸びてんのかな。これがね、脱皮3回しても触角の復活はしませんでした。次のね、羽化の時に触角がね、出てくればいいんだけど。昨日、一昨日の、登るのか？カメラに登っちゃう？カメラに登ったか。まあいいか、ちょっと。一昨日の脱皮の時にね、これ、これ抜け殻なんだけど、抜け殻にも触角があるの。抜け殻にも触角があるんだけどね。ほらほら、こうやって見えるかな？これ。どうやら新品はできないみたい。左は短い触角のままでした。次行こう。この子はね、釜が片一方壊死しちゃって、今はね、釜一つで生きてる。触角が一本ないよりもね、釜一つの方がなんか餌食べづらくて。あ、ちょうどうんちするぞ。あ、今映った？映ってない。ちょうどうんちした今。映らなかったね。まあいいや。これ片釜。脱皮の時にはね、左の釜ついてたんだけど、それがね、ちょっと黒くなってきたの。だんだん黒ずんできて、ほら、この付け根のとこわかるかな？付け根のとこ見えますか？黒ずんでるでしょ？これが、ぴょこって折れたの。折れたっていうか、気がついたらもうなかった。でね、これ、右手の釜もね、病気かな？ほら、右手の釜もちょっとなんか枯れたようにね、黄色くなってるのわかりますか？ほら、枯れた感じでしょ？これ、右の釜も取れてしまうかもしれなくて、すごく不安です。だけど、まあ、釜がなくても頑張ってご飯を与えます。乗り移るときがね、結構不安定なんだよね。あとはね、これね、元気なカマキリ3匹。この子ね、茶釜ちゃん。次のね、来週ぐらいにはね、羽化して成虫になるんじゃないかな。カメラに手を伸ばしている。すごく楽しみ。毎日コオロギ食べてるからね、お腹もぷっくりでしょ。でね、
健康なカマキリたちにはね、この白刺しのサナギをあげていく。前も入れといたんだけど、ハエがブンブン飛び回るのはね、あんま見ないんだよね。だからこれはね、ハエがね、出てきてすぐにね、食べちゃうんだよね。だと思います。OK。これはグリーンタイプ。お腹ぷっくり。お腹ぷっくりでしょ。4例ぐらいからはね、この白刺しすごい便利だわ。140円で、今回のやつは141匹入ってた。これでだいたい買ってから1週間ぐらい。10日から2週間ぐらいで買えるかな。うん。よし。よし、元気な子ラスト。こっちの子はね、ものすごい緑が綺麗。ちょっと出してみるね。見えますか、これ。すごく緑が綺麗。ピッカピカだよね。同じ緑でもね、ちょっとツヤ感が違うよね。風に揺れてる植物の真似をしているね。ちょっと、はい。ちょっと、手に来てごらん。緑が、ほら、手の方が緑が綺麗に見えるから。おいで、おいで。あ、完全に固まってる。ちょっとなんか、天敵に襲われないようにして動いてるね。明るいとこで見よっか。おいおい、ちょ、やめて。やめて、そこやだ。そこやだ。そこまで来ないで。綺麗だね。いや、ほんと綺麗な緑。お腹もすごいぷっくり。基本姿勢だね。よし、次。お、ちょっと元気だ。出番を待っていた。立ち上がって出番を待っていたぞ。元気だな。これね、介護してるんだけど、日に日に元気になっていくんだよね。毎日ね、一匹はコオロギ食べてる。おなじみのこの子。この子はいつも見てるから、この辺にしとこうかな。とにかく元気。ツヤもいいよね。綺麗な羽だ。お、ちょっと。ひさかきの葉っぱをかじり始めたぞ。草食になったのか。この子は介護してるからさ、いつも見せてもらってる。本人には不幸なんだけれど、介護しながら普段はなかなか見られない箇所を観察していきたいです。そしてこのカマキリ君にもできれば子孫を残させてあげたいと思います。うんちもね、毎日しっかりするんだよ。
って感じで、我が家のカマキリたちはね今6匹、脱皮4回してからは安定してるって感じだね。4例から先では数は減っていません。いかがでしたか？8月を迎えるにあたって元気なカマキリたちの今後の成長もお楽しみに。